マリーア・テレサ・カスティーリョは、ベネズエラのジャーナリスト、政治家、政治活動家、人権活動家、文化実業家。カラカス芸術振興会の外観1908年10月15日、ベネズエラのミランダ州クーアにあるバグレという農園に生まれた。ベネズエラ中央大学の社会コミュニケーション学部を卒業した。1934年にはアメリカのニューヨークに移住し、おはり子として工場で働いた。カスティーリョ自身はアメリカに滞在し続けたかったが、革命家というレッテルを貼られたために、彼女の努力は無駄になった。1946年、ベネズエラ人ジャーナリストのミゲル・オテーロ・シルバと結婚した。夫妻は一男一女を設けており、息子のミゲル・エンリケ・オテーロは、エルナシオナル紙の編集者である。カラカスの芸術を奨励するための文化機関である、カラカス芸術振興会の創設者であり、1958年から2012年に死去するまで、カラカス芸術振興会の会長を務めた。カスティーリョは人権活動家でもあり、1978年のアムネスティ・インターナショナルベネズエラ支部の創設に中心的な役割を果たした。1989年にはベネズエラ国会下院議員となった。国会議員在職中には文化委員会の初代委員長を務め、地域開発委員会のメンバーでもあった。2012年6月22日、103歳の時にカラカスで死去した。スペインのカタルーニャ州タラゴナケンサローには、カスティーリョを称えて名付けられたマリーア・カスティーリョ通りがある。ありがとうございます。